はい、どうも皆さん、こんにちは、のチェスということで、まあ、今回はですね、鬼滅の刃、柱稽古編の第1話からあ第4話まで、なんと全話の見どころシーンを今回はね、 お届けしていきたいなと思っております。はい、ということで今回ですね、柱稽古編は、なんと原作が128話から139話までということで、まあ、その見どころっていうのをすべて語っていくのでね、えー、ぜひとも皆さん最後までご覧ください。さあ、ということでもう早速やっていきましょう はい、ということで、まあ、今回最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、善逸の反応がやばいというね、シーンとなっております。で、前回ですね、刀鍛冶の里編で、ネズコが太陽を克服して以来ね、まあ、みんなの掛け合いっていうのがなかったと思うんですが、あそんなネズコがですね、え、屋敷に戻りまして、まあ、ね、みんなとこうね、掛け合いをしていきますよ、ということで、 いやー、本当に善逸の反応っていうのが、 まあね、想像通りというか、まあ最高のシーンなんですよね。うん。で、そんな感じで、え、善逸だけじゃなくてですね、え、井之助との掛け合いっていうのもございますので、まあそういったシーンも本当にね、まあ最高でたまらない、まあちょっとこうね、ほっこりするシーンですね。はい、ということで、まあ続いての見どころシーンなんですけども、まあ続いてはですね、なんと緊急の中豪会議が開催されますよと、と、まあ、いうことで、 でまあ、ここではですねなんと柱が全員集合するんですよねで久しぶりの、まあ、富岡義勇さんとか古城、まあ、忍さんとかがなんとね久しぶりにアニメに登場しますということで、まあ、そういった部分も、まあ、かなり見どころなんですが、まあ、今回は会議の内容がですね、まあ、主に見どころとなっております で、そんな、緊急の中央会議で話される内容がですね、まずは、刀鍛冶の里での戦いの報告、で、そして、あざの発言代償について、 で、そして今後の鬼殺隊の動きなどについてね、まあ、ね、語っていきますよ、ということで、まあ、今回かなりやばいのが、まあ、アザの発言、そして代償についてですよね。う、え、ん、ー、こういった部分が、まあ、原作では皆さん分かっていたと思うんですが、まあ、アニメの方で初めて明かされてくるパートですので、まあ、刀鍛事の里編でね、まあ、アザの発言っていうのが強調されていましたが、まあ、どういったことなのっていうのが、 ま具体的に明かされてきますね。はい。ということで、まあ、そんな内容が、まあ、明かされてくる、まあ、中合会議、まあ、かなりの見どころとなっております。はい。ということで、まあ、続いての見どころシーンなんですが、まあ、続いてはですね、なんと中合会議での菅、えー、路寺光さんのね、 うん、なんと反応というか、うん、ちょっとここ最高すぎるよと、まあ、いうことで、えー、あざの発言の条件を聞かれた際にですね、えー、このように発言してしまう、えー、カかんろじみつっていうのがいるんですが、まあ、相変わらずのかンロジワールドっていうのが、まあ、たまらなく最高ですね。ぐわーってきました。ぐーってして。心臓とかがバクンバクンして。耳もキーンってして。めっきめきって。 ってな感じでねいやー、ここはですね、なんと、イグロさんの反応も含めて、まあ、本当に最高なんですよね。いやー、まだまだ、カンロジワールドっていうのは、刀鍛冶の里編が終わった後も、まあ、続いていきますので、 いややっぱりこの人本当に最高だよねって言ったね、えそんなシーンとなっております。はい。はい、ということで、まあそんな感じで、え続いての見どころなんですが、あ続いてはですね、なんと、 いよいよ始まる柱稽古編ということで、えー、そんな感じで柱稽古が始まります。で、柱稽古とはですね、柱よりも下の階級の者のが柱を順番にめくり、稽古をつけてもらえるというね、特別な編となっておりまして、そんな感じで柱を順番にめぐっていくんですが、柱の順番がですね、こんな感じとなっております。まずは渦井天元による死後期という ということで、えー、基礎体力向上から始まり、えー、続いては、甘露寺じつりさんですね、えー、による地獄の柔軟ということで、まあ、ご褒美ですね。はい。で、そして、時と無一郎君くんによる高速移動の傾向で、蛇柱による立ち筋矯正、えー。風柱による無限打ち込み傾向岩、えー、柱による筋肉強化訓練ということで、まあ、こんな感じの まあ内容というか、まあこんな感じで順番に巡っていくみたいですね。いやーなかなかきつそうですよね。まあこれを順番に巡っていくということで、まあ関路寺光さんは地獄の柔軟というか、まあ単純に本当にご褒美なんですが、まあその後のこの3人だよね。うん、蛇柱、風柱、矢柱の、まあこの地獄の3人が、 待っているのがなかなかやばそうっすよね。はい。てな感じの、まあ、柱稽古編なんですが、あれということで、一人の男を除いてということでね、なんとですね、柱の稽古のはずなんですが、まあ、富岡義勇さんの訓練がないんですよね。 はい。まあ、どういったことなんでしょうかということで、えー、続いての見どころなんですが、あこちらということで、えー、富岡義勇の過去をついに明かされてきます。はい。ということで、まあ、ここは深いパートなんですが、そう、実はですね、富岡義勇さんには、あ悲しい過去がありまして、えー、サビトとの関係、えー、そして最終選別を自身の力で突破していないというね、 えま、過去っていうのが明かされてくるんですよね。 で、そんな感じで、まあ、俺は柱じゃないと言ってですね、柱稽古編の方に参加しない、まあ、富岡義勇さんなんですが、まあ、具体的に、まあ、どういった過去があったかというとですね、まあ、そちらに関しましては、原作、そしてアニメの方で皆さんにはご覧になってほしいかなというふうに思います。で、まあ、ここではですね、炭治郎との掛け合いっていうのが、まあ、なんとも言えずね、 まあ最高のシーンがありまして、まあこんな感じでお前も繋ぐんだ義勇と、まあ言った形ですね。いやーかなり泣けるというか、うーん。まあ富岡義勇さんが柱でいるね、まあ理由っていうのが、まあ、最高にたまらないというか。 うん、そういったシーンがありますので、ぜ、ま、ひ、あ、とも楽しみにしておいてください。はい、ということで、ま、あそんな感じで続いての見どころシーンなんですが、あ続いてはですね、なんと情緒不安定な古町忍ぶということで、いや、萌えなんですよね。うん 何やらドタバタしている誇張忍ぶと、まあ、何があったんでしょうかね。感情の制御ができていないのは未熟者、未熟者ですと、まあ、いうことで自分に言い聞かせていてね。いや、もう本当に可愛いんですよね。うん、もう本当に可愛いっすわ。うん、で、そこへですね、なんとカナオがやってきて、いよいよですね、あのことについて、まあ、語る時間がやってきましたと。 ま、いうことで、えー、私の姉、かなえを殺した、その鬼の殺し方について、話しておきましょう、と、まあ、いうことで、えー、何って感じなんですが、まあ、このシーンっていうのが、まあ、かなりの見どころですね。うん、無限上編に向けて、まあ、物語が進んでいくんですよ。いやー、ちょっとやばいっすね。 えー、まあそんな感じのシーンがあるんですが、まあ続いてですね、いよいよ柱稽古を巡る炭治郎ということで、まあ炭治郎がですね、順番に巡っていくわけなんですが、あ、まずはですね、渦井天元ということで、まあ久々やね、ということで、嫁も三人ね、久々に登場するので、いやーめちゃくちゃ嬉しいっすよね。 えー、この三人が久々に登場かと。で、そしてね、柱を引退した、宇ず天元もね、まあ、今回ね、映されていきますよと、まあ、いうことで、まあ、そんな感じでかなりね、楽しみなシーンですね。はい、ということで、まあ、そんな感じで続いてはですね、時、えー、と藤無一郎くんということで、 いやー、時きくんの稽古ですか。まあ、どんな感じなんでしょうかね。まあ、楽しみなんですが、まあ、個人的に好きなのは、まあ、この時藤くんの温度差がたまらないといったね、まあ、シーンがありまして、いやー、この炭治郎とね、うん、話している時の、まあ、ね、時きくんと、まあ、その他の人と話している時の、まあ、この温度差っていうのが、いや、めちゃくちゃたまらないっすよね。<laughs> <laughs> もうこれは早く見たいよね。うーんてな感じでね。ま、ときとうくんのパートっていうのも楽しみですね。はい、ということで、まあ、そんな感じで続いてはですね、かんろじみつさんということで、いやー、これは早くアニメ化しなきゃダメだよと、まあ、いうことでね、ま、かロジミツリさんの稽古編なんですが、まあ、パンケーキを一緒に食べるね。 最高のシーンなんかもあるよと、ま、いうことで、まあ、ご褒美パートですよね。その他のシーンっていうのも、まあ、もうほんとに最高なんで、もうぜひともアニメの方で見てほしいと、ま、いうことで、まあ、原作しっかりアニメの方でご覧ください。さあ、ということで、まあ、そんなンロジミツリさんの、お、最高の訓練の後はですね、え、なんと、まあ、イグロオバナイということで、 まあ、ここは地獄なんですかと、まあ言った形なんですが、まあなんとですね、まあ今回、え、イグロさんと炭治郎の掛け合いっていうのが、まあ滅多になかったんですが、まあ今回この柱稽古編の方では、まあそういったイグロさんと炭治郎のね、まあ掛け合いがありますので、まあそれがかなり楽しみですね。で、そして、まあ稽古の方は、果たしてどうなってしまうのかと、 まあいった形でかなりやばそうですよね。はい。で、そんな感じで、続いてはですね、品津川さねみと、まあ、いうことで、いやー、ここもかなりやばそうやね。で、ここではですね、全一ともね、会うことになるので、まあそうですね、かなり展開っていうのが、まあ面白くなっていくんじゃないかなと思いますね。はーい。 いやー、ちょっと楽しみなんですが、まあ、さらにここでは、まあ、品津川兄弟の掛け合いっていうのもありますので、まあ、かなり修羅場となってきましてね。いやー、皆さんね、ちょっとこう盛り上がってきますので、まあ、ぜひともご覧くださいね。で、無限上編にも繋がってくるね、まあ、大事なシーンでもありますので、まあ、そういった形で、まあ、かなり好きなシーンでもありますね。 はい。ということで、まあ、続いての訓練なんですけども、まあ、なんと姫島行名ということでね。いやー、ここもかなり地獄そうな感じですね。で、そしてアニメでは、ほぼ初と、まあ、言っても過言ではないくらいえ、姫島行名と炭治郎たちの掛け合いが、まあね、なかったので、 まあ、ほぼどういったキャラクターなのか、あわかっていない状態でしたので、まあ、何気に、え、姫島行明さん自体がね、まあ、楽しみですよね。はい。え、体格も、まあ、めちゃくちゃでかいし、本当に謎も多いキャラクターということで、まあ、楽しみですね。で、ちなみにここでは、あ、そんな姫島行明の過去っていうのも、まあ、今回明かされてくるので、まあ、楽しみなんですよね。 まあ、なかなか悲しい過去というか、まあ、だいぶやばいね、過去っていうのが明かされてきまして、まあ、しかもここではですね、絵画という鬼についての、まあ、伏線っていうのもあるので、まあ、それも楽しみなんですよね。まあ、というか、それも見どころなんですよね。 はい。ということで、まあ、そんな感じで、えー、ここでですね、いよいよ、16巻に入りまして、まあ、無限上編が近づいてまいりました。で、なんと続いての見どころなんですが、まあ、無残側に、えー、どうやら怪しい動きがありましたね。いや、これは何なんだって感じなんですけども、まあ、よくわからないんだけども、まあ、泣き目っていうのが、 何かを監視していますよね。うん。禰豆子を探しているのか、はたまた何かをしているのか。まあ、次の戦いに向けて、まあ、何かを準備しているような感じがしますよね。まあ、怖すぎる、そんなシーンっていうのも、まあ、ありますね。はい。で、まあ、そんな感じで、えー、さらに続いての見どころなんですが、まあ、続いてはですね、 え品津川さねみと、まあ、富岡義勇の手合わせということで、まあ、ちょっと戦いが見れるんですよね。いやー、ここは痺れますよ。うん。柱 vs 柱の戦いなんて、まあ、見たことがないということでね。まあ、そう、人間同士の戦いっていうのは、まあ、何気にないんですよね。 まあ、ということで、まあ、そんな感じで富岡義勇と、まあ、品津川さねみのね、まあ、戦いっていうのが見られるので、まあ、戦闘シーンなんかがね、まあ、見どころとなっております。はい、ということで、まあ、続いての見どころなんですが、まあ、いよいよですね、やばくなってまいりました。なんと、鬼仏寺無んが現れるというね、うん、見どころシーンとなっております。 はい。ということで、ついに柱稽古編も終盤。えー、いきなりですね、うぶ敷式に、えー、鬼仏ジム山が現れます、えー。鬼から隠されている場所をどのように発見したのかは、わからないんですが、まあ、親方様の目の前に、えー、鬼仏ジム山が現れます。さあ、そしてここではですね、えー、ボスとボスの会話、鬼仏ジム山と、 うぶやしきかがやの、まあ、会話っていうのが繰り広げられてね、まあ、行くんですよね。で、マジで緊迫感っていうのが半端ないし、ここのシーンね、やばいっすよね。君が死んだら、鬼っていうのはすべて滅ぶんだろ、と、まあ、いうことで、いや、楽しみすぎるシーンですね。はい。で、そしてそんな会話からの、 ま、あ続いてのシーンなんですが、なんとですね、えー、最終決戦の幕開けと、ま、いうことで、まあ、何が起こったのかと思ったら、そう、産屋敷邸の爆発なんですよね。はい。えー、奇物事務残がいる状態での爆発ということで、そう、最高で、最悪の最終決戦の幕開けなんですよね。はい。 えー、産うぶやしかがやが、まあ、この生涯をかけて用意していたもの、まあ、それは、鬼仏児無山の油断なんですよね、えー。その油断をつきですね、えー、鬼仏児無山を一気に追い込んでいく、えー、そんな最終決戦の幕開けが、まあ、これまでの鬼滅史上、まあ、最も盛り上がること間違いなしの、まあ、シーンなので、もう本当に楽しみなんですよね。 はい。で、そしてここではですね、えー、たまさんの本気のぶつかり合いっていうのも見られまして、いや、本当に最高なんですよね。はい。うん、マジでやばいっすわ。っ <laughs>。 <laughs> マジでやばいっすわ。はい、ということで、まあ、ここではさらになんですが、あ、鬼物事務残という鬼をね、まあ、目前に、え、柱っていうのが、まあ、一致団結しまして、まあ、とてつもない戦闘シーンが繰り広げられますよと、と、まあ、いうことで、まあ、マジで緊迫感と、まあ、なんだろうな、このね、まあ、心の底から湧き上がるワクワク感っていうのが、 もう本当にたまらなくて、マジで最高のシーンなので、もう今すぐにでもね、まあ、アニメ化してほしい、そんなね、まあ、シーンとなっております。もう僕自身も本当に今までずっとこのシーンっていうのを、ま、待っていたね、まあ、そんなシーンなので、もう本当にね、もう最後の見どころというか、まあ、もう最終回レベルで、めちゃくちゃ最高のシーンですよね。はい、ということで、 まあ、そして、いよいよ最後の見どころシーンなんですけども、なんと、無限城編の始まりということで、まあ、いよいよ伝説の幕開け、えー、鬼仏事務算を追い込んだと思ったら、すべての柱と、まあ、炭治郎たちが、まあ、無限城に落とされてしまいますと。まあ、そう、無限城とは、鬼の本拠地なんですよね。はい。えー、皆さん、 こっからどうなるかはわかりますよね。いや、もう大変なことが起きますと。まあ、いうことで、まあ、鬼の本拠地に落とされていく、まあ、すべての鬼殺大使と。まあ、いうことで、やばいっすわ。あ,あ、次回、えー、無限上編でお会いしましょうと。いやー、マジでやばすぎる。はい、ということで、まあ、そんな感じで、えー、柱稽古編いかがだったでしょうか。 いや、めちゃくちゃ見どころがあったので、もうパパッと紹介していっちゃいましたけども、まあ、なんだかんだ短編でね、まあ、微妙かと思いきや、まあ、めちゃくちゃ面白そうなね、まあ、展開っていうのがありましたよね。まあ、特に最後の方の盛り上がり方はね、まあ、レベチやね、ということで、まあこれはもう年内放送すべきですね。 はい。ということで、ま、あそんな感じで、え皆さんぜひとも高評価あ、チャンネル登録よろしくお願いします。では、皆さんまた次回の動画で、お会いしましょう,う